国会での審議はさらについてまいります。国会での審議を含めてですね、国民の皆様に丁寧に分かりやすく説明をしていきたいと思いますし、党においてもですね、全国でしっかりとそれぞれの議員が国民の皆様に説明する努力を重ねていくことになると思います。